今日いただいた決定者の可視化ということで、あのデータを可視化する方法というのを、まあ、お話ししたいと思います。まずですね、あの、この講習会の前にあの IQV を、ダウンロードに取ってくださいという案内がいいと思います。で、実際皆さんはあのもうお手元にの、あのパソコンに、IQV は、ダウンロードされているでしょうか。まだという方はおられますか。大体人を立ち上げてもらう。まだ。じゃあ、あの、はじめにあの、実習の前に話していきますので、その間に、あの、この、あの、IGV の、あの、ホームページとですね、あの、IGV の、プログラムの方、ダウンロードしておいてください。で、あの、IGV、まあ、ここにあのダウンロードのボタンがありますので、あそこをクリックしますと、まず初めて利用する場合はあの、レジストレーション登録が必要になります。で、なんかまあ名前とかとかで、あとイメールアドレスとかを、まあ、簡単に、まあ、登録だけしてもらいますと、この後のサーバーで、ここにインナーアドレスを入力してログインしてもらいますと、こういったのダウンロードのサイトに行くことができます。で、まあ、いろんな種類があるんですけど、まあ、一番確実なのが、ここのボタンを押すことで、データにしてできるものが、最初は間違いないなと思いますので、一応、これをダウンロードしてください。で、まあ、他にも、他のものでも、まあ、ちゃんとあの皆さん の, あのパソコンで、まあ、ちゃんと動くようでしたら、まあ、別に何でも構いません。で、しっかりこれを、入手しておいてください。後ほど使います。と、あともう一つ、あの先にあの入手してもらいたいデータがあります。で、あの講習用のデータを、まあ、用意しました。で、あの私してるあのスタートには、ここから使うに先の、アドレスが伝えられたと思うんですけども、ちょっと Windows 用の Windows を使ってる方はあの扱ってるファイルを開けないじゃないかなと思います。ちょっと ZIP ファイルも用意しましたけど、ここのサイトに行ってもらいますと、まあ、こういった画面が出てきます。で、Windows の方は ZIP でマスクしたファイルを取っていただければ、私から。で、マスクなり、まあ、Linux を使っている人おられるかもわかりませんけど、まあ、マスクは別に ZIP ファイルでもいいですし、まあ、こちらからダウンロードしていただいて、まあ、データが、まあ、解除できるというところの、まあ、ファイルを、取っておいてください。で、80メガぐらいだと思います。で、ファイル展開しますと、5種類の、ファイルを用意してますので、まあ、それを確認しておいてください。で、これも、でまあ、話しますので、まあ、その間、このサイトに行きまして、どれかの、ファイルをまたダウンロードしておいてください。いいでしょうか。後ほど、IGV を使って、これらのデータを、まあ、実際に読み込んで、実習していくと思います。
他の資料を作成にあたりまして、次のような方を対象として、資料を作成しました。で、まず一番目に、次世代シーケンス解析の興味がある方とか、今後抜擢してみたい方で、あとは解析の経験はあるんですけども、データ解析自体は、資格の場合も自社に今は達成していて、データの使い方とよく分かっていないというふうな方を、対象としました。はい、で実際にここにおられる方で、そのシーケンスデータとかの解析されてますか、データ自体を扱っている方とかおられますか。はい、そうです。じゃあ、まずおおむね、ちょっと想定していた対象の方々がおられるものと、解説します。本日の内容です。次世代シーケンス解析の概要、大雑把に、こういったものですということを話します。でその後、実際にその、研究で利用できる、公共データがありますので、それの活用と実際に、どういった形で評価するかということを、お話します。で、実際にその IGV、インテグレティブゲノミックビルドを、使って、こういった公共のデータを、活用していくということです。で、実際に、そういったデータを使って指導していきたいと思います。次世代シーケンス解析なんですけども、例えばこういう、ここで示してますようなことが実際に解析されています。ここだけでは説明できないんですけど、こういったものがあります。で、今のところで、RNA シックで、遺伝子発現差を見たり、融合遺伝子発見したりとか、あとエクソームとか、染色体異常につける、ゲノムのリークシーケンス。で、転写因子とか、ヒストン修飾が、ゲノムのどこにされてたということを、見つけるチップシックだったりとか。で、あとは、DNA のメチル化量を見たり、生物分子を、そして生物群が出たというのにメタゲノムがあったり、あと、かなり専門的になりますが、核内の、染色体の三次元情報の位置というのを、ハイシートとかファイブシートというやり方で認識をしていくことができます。あと、理研とかで制約にやってます、検査の開始点、位置の同定で形状体をやってましたり、あと、非モデル生物、の配置決定というのも、次世代シーケンス解析であります。で、今週では、RNA-seq 解析と、チップ解析の、データを、対象としていきたいと思います。なので、実際、私、この2つの2種類のデータを、よく使ってますので、細かいところお話しできるかなと思います。逆に、エクソームとか、ゲームネチルカとか、他の名前を扱うことはありませんので、詳しい話は、他の方に関してです。で、いろいろな目的でやられてます、次世代シーケンス解析なんですけども、やってることで、いろんなことが分かります。例えば、エンコードプロジェクトっていうのが、国際プロジェクトでやってまして、染色体があって、遺伝子が、ニクレオソームとかが、あるような状態も構築されてまして、こういった、状況を、NGS の解析で、明らかにできています。染色体の、どことどこの位置が、立体構造的に近いかというのは、先ほど申しました、5C とかの解析でございますし、これは、DNA 結合タンパク質が結合している G ですとか、あとヒストン修飾がどういったものでに収録されているかということはチップシックで分かったりします。
あとまあ実際に遺伝子の発現量が、まあ、RNA シンプルで分かりますし、あと、まあ、専門的なところでは、RNA に結合する場合にするタンパク質っていうのも、クリプシスとかリプシスとかいう形の可視化方法で、まあ、計算することができます。まあ、そういうわけで、いろんな、次世代シーケンスの解析を、まあ、組み合わせることで、まあ、細胞内、発内でどういったことが起こっているかという、その詳細を、まあ、明らかにすることができるということです。次世代シーケンス解析の概要を、まあ、簡単に講義します。まずサンプル調整をします。で、まあ、目的の、解析、何を明らかにしたいのかっていう解析がまずあって、まあ、それのために DNA を調整します。でその後調整したサンプルもシーケンスをします。でその時に、ファストキューマ配列のデータを得ることができます。でその後、まあ、おおむね、ゲノム配列なんかには、この、ファストキューシーケンスで読んだ配列をマッピングする作業があります。でその時に、得られるデータも、マスターのファイルかタイパーのファイルというような言い方で、いろんな種類のデータを得ることができます。次世代シーケンス解析、まあ、おおむねここまでは、一緒なんです。まあ、その後、各解析に応じたデータの処理がなされます。で、まあ、例えば、メタルシップですと、まあ、遺伝子の発現量をまとめた、まあ、Excel ファイルであったりします。で、このサンプル調整のところをもうちょっと詳しくお話します。で解析の目的に従って、まあ、DNA を生成します。まあ、RNA シックだったり、シックだったり、エクソンだったり、まあ、どこの配列、どういったものの DNA 配列を明らかにしたいかということの、まあ、目的に従って DNA を生成します。その時にちょっとここの下は、まだ知ってるスライドではないんですけども、サンプル調整する段階で、まあ、シングルエンドリードを明らかにしたい DNA 配列があったときに、そこの片方側だけ読むのか、両サイドから読むのか、これペアエンドリードって言うんですけど、読むのか、あと、その遺伝子がコーディングされているプラスかもしくはマイナスか、ストランプの情報を考慮して、読むのか、ストランドスペシフィックに読むのか、とかいうことも、実際にこのサンプル調整の段階で、まあ、検討して決めていくことになります。で、まあ、ここはどういった形でもかというのか、解析の種類にもしますし、まあ、サンプルの数が多いですと、やっぱりシングルリードのペアエンドリードの方が、いろいろ作業が変わりますので、まあ、こういった予算がまあいくらかというところも、まあ、考えて、まあ、どういった、まあ、解析にするのか、DNA と生成していくかということを、まあ、一般的に決めていると思います。で、次に、シーケンサーの話です。で、シーケンサーが、まあ、どういった、テクノロジーで、まあ、塩基配列、APGC の型を決めているかということの、まあ、概要を説明しています。で、まあ、何らかの形でサンプルの DNA を、まあ、生成して、まあ、断片化までします。で、断片化した DNA の両サイドに、アダプター配列というのをつけて、まあ、これを、まあ、ラグラリというんですけど、を作成します。でその後、こういった基盤フローセルがありまして、そこに、アダプター配列と結合する配列がこの基盤上に、埋め込まれてますので、そのアダプター配列を介して、アフローセルに、ゲノム DNA を結合させます。で、その後、このゲノム、
目的とする、読み替え DNA 配列を、複製して、1塩基ずつ、蛍光強度の違いから、塩基を調整していきます。例えば合成した1塩基目がこの基板上のどっかの位置で、こういったエディリスのパターンだとします。で2塩基目を合成すると、違ったパターンで、3塩基目を合成するとのこのパターンで、それぞれの位置で、1塩基目の塩基が何だったということが分かりますので、それをまとめると、あと作業をしますと、塩基配列のデータを得ることができます。で、そうすることによって、もともと小さかった DNA の断片の ATGC のパターンを、決めることができるということです。で、この形、ATGC のパターンの形のものを、ファイルにします。で、それが一般的にファストQファイルと呼ばれています。で、これが、ファストQファイルの説明です。で、その塩基配列のクオリティスコア、塩基配列とクオリティスコアの両方の情報を、一つのファイルに記述する、ファイル形式です。で、日本の配列に対して、4行の情報が与えられています。で、1行目は、アットマークで始まる、配列の ID です。で、次に実際に ATGC の配列パターンが来て、で、3行目は、プラスが記載したり、あと昔とかよくこの配列の ID をまた重複して書いてたりしてたんですけど、象徴的な情報なので、ほとんど今プラスで書かれているのが一般的だと思います。で、4行目に、この2行目に記述した配列のクオリティスコアを記載しています。で、このクオリティスコアって何かと言いますと、先ほどのこの ATGC の光り方なんですけど、これの蛍光強度の強さです。で、スコアが高ければ高いほど、この ATGC の色分けがはっきりしていると、蛍光強度が強い場合を意味します。で、はっきり色分けしているので、その ATGC の配列のパターンは、観察からしいだろうということを、スコア化しているものがここにあります。で、これスコアなんですけど、アルファベットで書かれてまして、で、これは本来こういった数字なんですけども、ダスキーコードを用いて1文字で、表現しています。で、実際これをASCIIコードに従って普通の数字に置き換えますと、こういった数字になります。で、33って、数字2つ書くよりかは、P って表現した方が、データの量としてはかなり凝縮されるということで、こういった形の書き方をしています。で、スコアどれくらいだったらいいのかということなんですけど、イルミナの数字ではだいたいクオリティスコア30以上あれば、いいでしょうというふうな数字になっています。一番下が0です。で、次に、マッピングです。マッピングのプログラムもいろいろ世界中で企画されています。その奥がコマンドラインソーサーで、ちょっと Windows とかでは扱いにくい形になってまして、Windows でもマッピングとかできるんですけども、そんなけどどうしても商用のプログラムとかを、用意してお金を払ってプログラムを買って、そこでマッピングをするということになります。しかし、マック環境とかリナックス環境であれば、この世界で開発されているプログラムそのまま実行できますので、
マッピングはしやすいんですけど、その一方環境だと難しいことです。で、今回このマッピングについてちょっとしたかったんですけども、まあ、皆さんいろんな OS を使われているということ、時短的な制約とかもありまして、このマッピングについては、今回の実施では行いません。で、まあ、実際、どういった形で、マッピングをしていけばいいかということなんですけど、まあ、一つに近くにバイオマチさんがおられましたら、その方にご相談していただきたいということと、近くにいないと。で、まあ、企業に、まあ、お願いするような相談がかかるというような時は、まあ、ギャラクシーとか DTPJ の貸し付けパイプラインというものを、まあ、利用することができます。で、ギャラクシーに関しては、まあ、このマッピングができる、まあ、ウェブ上のサービスで、まあ、行ってまして、まあ、シーケンサー、このファストキューファイル、皆さんが、次世代シーケンス解析をされたときに、まあ、やれるこのファストキューファイル、これをギャラクシーのホームページで、まあ、アップロードしてもらいまして、まあ、そのホームページ上で、まあ、ソースするということになります。ただ、まあ、これ、アップロードに結構時間かかったり、まあ、ファイルのサイズにもよるんですけど、実際、時間かかったりとか、また複数サンプルとかになってくると、さらに時間かかったりとかして、まあ、練習用ではいいんですけど、ちょっと現実的ではないかなという気がします。で、もう一つが DDBJ の、解析パイプラインです。で、これは、まあ、データを投げて、ちょっと僕、使ったことはないんですが、まあ、解析されましたらメールで教えてくれたりするみたいですので、まあ、こういった DDBJ の解析パイプラインを使うと、いうことも、いいかなと思います。まあ、とにかく、まあ、どのような形でも結構ですので、まあ、マッキングを、行ってくださいということです。で、まあ、本講習では、まあ、マッピングを行わずに、マッピング済みのデータを使用します。で、まあ、実際にこの解析しなくても、そのマッピング済みのデータって、公共データベースにいっぱいあるように登録されていますので、そういったデータを使うことで、まあ、皆さんの研究が、進むということも考えられますので、まあ、ただこの本講習に関しては、マッピングの意味のデータを使用した話となります。で、公共データの活用とデータの可視化についてがお話ししていきます。マッピングデータの活用です。で、まあ、マッピング後の、データのことです。まあ、例えば、さまざまな国際プロジェクトでは、マッピング後のデータを、まあ、公共データベースに登録しています。で、まあ、だいぶよく使われているところで、エンコードだったり、NH のロードマップであったり、ライセンスだったりします。で、まあ、特徴としましては、エンコードは、バイオ細胞が多いです。で、まあ、基本的に人とマウスです。まあ、肺とか電池とかもまあありますけど、情報量、いろんな、解析データが、適正されている、セルシュは人とマウス、まあ、特に人1年のバイオサイトです。で、NIH のロードマップは、まあ、アメリカを中心としたプロジェクトでして、まあ、バイオサイトも一部ありますけど、まあ、組織のスタンプルを使っています。で、アジェクトに関しては、まあ、国際的な取り組みで、まあ、ちょっと、ロードマップとエンコードと、まあ、一部オーバーラップするデータとかも登録されているようなんですが、まあ、世界的な取り組みで、これも、どちらかというと、組織サンプルが多いです。で、まあ、これらの、登録データを活用することで、まあ、皆さんの研究の可能性がたまたま広がることも期待しています。実際に、まあ、どういったものかというのを
簡単に見ていきたいと思います。で、変更とプロジェクトです。で、これは、縦に培養細胞の種類が並んでまして、ティア1、ティア2、ティア3とか、まず3つ4つ分離されています。これ優先順位の問題で、ティア1からまず徹底的にやっていきましょうと。で、ティア1できたらティア2、ティア3という形で、あといろんな細胞の、情報、次世代シーケンサーでやる情報を蓄積していきましょうというものです。で、横軸に何が並んでいくかといいますと、各細胞に対して、DNA のメチレーションだったり、RNA のバインディング、RNA シップだったり、チップシップだったり、いろんな、NGS の解析の、方法が並んでいます。つまり、あと、この紺色になっているところが、2012年時ですけど、解析が終了しているもので、それ以外の、グレー色が今後は記録されているというものです。でも、エコードプロジェクトのここ全体を、このグレーの色に変えることを目指しています。で、あと一つ説明するとしたら、チップシップに関しては、いろんな、ヒスト収束の種類が何種類かあって、あと、転写因子が何種類か、100種類ぐらいですかね、が検出されています。というものです。基本的にここに、バイオ細胞。次に、NH のロードマップです。で、これは、ホームページ用意されてまして、そこで、プロジェクトデータとかをクリックしますと、こんな形で、どういった解析がされているかということが、見てわかります。で、縦に、細胞、この辺は、変異細胞ですけども、こう下の方に行けば組織の細胞になってきます。で、横軸が、DNA のメチル化とか、あとヒストン収束に関する項目が並んでいます。あと、RNA シップもあると思います。横の並びは先ほどの、エンコードの方が、多く解析するようですが、NIH のロードマップに関しても、いろんな種類の、データを得ることができます。これは、人ですね。EF 細胞とか、体内の細胞とか、アダルトの、組織サンプルの細胞です。最後に、IHECです。で、国際的な取り組みの、プロジェクトでして、これも、例えば、サンプルかな、横が解析の種類だと思うんですけど、並べます。で、逐一、データが、登録されていっているような状況です。で、あと、これもそれぞれちょっとご用意してないんですけども、個別の論文のマッピングデータというのも、登録している場合があります。で、例えば、NCBN GEO データベースですね。で、これ、もともとマイクロライムのデータとか蓄積していたデータベースだったんですけども、次世代シーケンスデータの解析データも、蓄積していくようになってまして、で、発現のデータだけではなく、チップチップのデータも、ここに登録されている場合もありますので、
まあ、皆さん興味がある論文がもしこの GEO に登録されているようであれば、まあ、それを取ってきて、まあ今日ご紹介する IGV で、まあ、どういった形のデータが来たかということを見ることができます。と、もう一つ、Membr ABI の RH プレス、これも、まあ、GEO と同じように発現マイクロアレイのデータがメインだったんですけども、実際実シーケンスデータについても、登録されていってます。ただ、まあマーキング後のデータも登録されてたり、マーキング前のこのファストQのデータだけだったりするので、ちょっとそれぞれの登録データによって、使えるデータを使えないデータがあります。この中の一部はファストQしかないデータであったり、こういったマッピングのデータも一緒にあるようなデータだったりします。これも皆さんのスライドには、ご用意できなかった分なんですけども、実際にその公共データを利用した研究の一例、ごくごくほんの一例を紹介します。これ、2014年の NAR です。で、まあ、ここで図を作ってるんですけども、コックス遺伝子クラスターの、領域に、グリーンで示したのが K27 トリメチルのデータです。で、あと赤色、ブルーが見えにくいかもしれませんけど、オプト4のチップ6のデータで、レッド、赤色がナノ群のデータです。で、それ以外のデータが P53 のデータです。の P53 がバインディングするサイトのチップデータです。で、彼らは結局この P53 のチップ軸しかやってなくてですね、あとの残りのデータは、先ほど言いました GEO のデータベースだとか、あと、エンコードのプロジェクトのデータとか、まあ、取ってきて、で、この図を使って議論しているということです。ですので、まあ、こういった公共データベースの、まあ、データを、まあ、うまいこと活用して、その皆さんの研究に、まあ、使っていただけたらと思います。で、まあ、このマッピングのデータですけども、まあ、視覚化することで、まあ、データの解釈が容易になります。で、まあ、データベースに、次世代シーケンスデータが登録されているんですけども、実際このファストQが置いてあるだけだったりもします。けど、まあ、DDDJ とか、の DRA とか SRA はおおむねこのファストQの形式のファイルしか、要はマッピング前のデータですしか置いてないのが現状だと思います。で、まあ、実は共同研究者とかに言われるんですけど、まあ、こういったところに先行研究の解析データがありますよって、まあ、お伝えしたところ、まあ、そこのウェブページに行けばその遺伝子がどれぐらい発現しているのか分かるのかということを聞かれたりするんですけども、分かりません。で、どの遺伝子がどれぐらい発現しているかとかということは、ちょっとこのファストQファイルからでは分からなくて、実際にマッピングして、マッピングのデータ見なければ分かりません。で、まあ、実際に、先ほどの名前のスライドでお示ししましたとおり、このマッピングのデータというのが、まあ、世の中にいっぱい利用できるデータがありますので、まあ、そういったものを使っていきましょうと、いうことをまあ提案したいと思います。で、この本講師はこの視覚化ツールの利用方法について、こういった、登録されているデータに対して、視覚化ツールを使って、まあ、そのデータの解釈をしていければなというふうに思います。視覚化ツールが一体どれぐらいあるのかということなんですけども、例えば、世代シーケンス解析者のコミュニティサイト
もう一つがあります。シップアンサーズっていうのがあるんですけど、そこに次世代シップスデータ解析用のソフトウェアリストっていうのがまとめられています。でそこで、ビジュアライゼーションというキーワードで、検索して残ったツールの数を数えると46個ありました。これは、先月28日現在なんです。でビジュアライゼーションの機能をするというのは、多く開発されるんですよ。でその全てを僕はもちろん使ったわけではありません。で、一般的によく知られている、僕の主観なんですけども、都市開発ツールについて、あとまとめて話になります。で、まず一番上が、本日紹介します IGV です。で、あと UCS のゲームドライバー、ウェブ上での話ですけど、これも、ゲームブラウザーでは、いろんな情報を、付加することができますので、一つの視覚化ツールです。で、同じように、UCSC でのアンサンブルのゲノムブラウザーとかもあります。あとは、インストールして、皆さんのパソコンに、入れて使うものですけども、Mac ビューアーとか、サムツールのビューアーとか、タブレットとかいうものが使われています。で、大体海外で、開発されている資格です。で、国内に目を向けますと、ゲノムジャックというのが三菱スペースソフトウェア株式会社が開発しています。ゲノムジャックというのがあります。一回だけインストールして使ったことがあります。で、最近、ちらっと見かけたのが、理系で監視されている全部っていう、これはファントムのプロジェクトの一環として監視されているものらしいとかいうのも、あるみたいです。で、全部、こっちの通に関しては、また使ったことはないんですけど、日本で監視されているツールとして、ご紹介したいと思います。で、この、UCSC のゲノムブラウザー、皆さん見られたことがあるかもしれませんけど、少しだけ説明したいと思います。ブラウザーの、画面です。で、これ人の、HT19 のゲノムバージョンをしまして、21番染色体のここの領域の、情報を見ています。どういった遺伝子があるかとか、あと、遺伝子が分化されているかどうかという情報であったり、データベースを使うスニップスが、そのここにあるかどうかというような情報が、ここでは見てされます。で、これはこのゲノムブラウザで提供している情報のごくほんの一部です。で、他にも、いろんな種類の情報が見て、利用することができまして、例えば一番上のマッピング&シーケンスというところで、この中の1種類しか今見てない状況です。で、これ全部、ダブルクリックして、見るようにしたら、ここに下の方にずらりとのデータが並んで表示されることになります。で、発言のデータであったり、チップシップとか、ヒスコンシステムのデータであったり、コンパラティブで、他の生物、システムのほとんどを見たりとか、リピート領域と対応してるかどうかと。いうふうなことも、このブラウザを通して、一気に分かるです。IGV は、結構自分のオリジナルの PC でたくさん動くんですけど、こういったいろんな情報まで、入れてしまうと、すごく重たくなってしまいます。
で、ここで、まあ、私が思うのは、IGV で2つと UCS ゲームブラウザーでも、興味あるところを確認すると、この2つをこうまく使って、その解析進めていくのが、ベストマッチかなと。で、次に、IGV インテグレーティブゲノミクスビューワーの利用についてお話ししていきたいと思います。ここまでとか別に何かご質問等あれば、まあ、大丈夫です。IGV とはどういうことかまとめてます。RNA データとか次世代シーケンスデータなどの、ゲノムデータも比較するためのツールです。でアメリカの、ブロードインスティというところで開発されています。開発され続けています。で利点としまして、ゲノムワイドなデータとか、さまざまな解析データを、ご自身の、PC で、可視化できる。あと欠点としまして、初期のデータ、マッピングです。リードのマッピングだとか、あと、本当に大量な、いろんな種類の質の生息のデータとか、そういった大量データを扱うには、皆さん扱えているパソコンに依存、どれぐらいのメモリー領域だったとか、ということにも依存してきますので、あまり大きな大量データには、いいところがあります。でも、ただ単に、実際に、こんな感じで、リードがマッピングしている状況とかを、見るだけではなくて、簡単なデータ解析もできます。例えば、塩基配列のパターンが一致する領域を、見つけることができます。これ、モチーフファインダーという、機能があります。それを読み取れます。あと、ジーンリストビュー、ある遺伝子セットの、コーディング領域、すべてを一気に一つの画面上で、見ても可視化すると。例えば何かの、パスウェイで働いている遺伝子全体が、全体的にどんな感じで発現変化してるか、発現してるかということを、一気に見るために、このジーンリストビューができるのかという。IGV の、入手方法です。これ、冒頭でもお話した通りです。で、もう皆さん、インストダウンロードが完了してということでよろしいでしょうか。で、IGV の起動です。ちょっとこれ分かりにくいんですけど、例えば Windows でやってる人は、このダウンロードしたフォルダの中の、igv.pat ファイルをダブルクリックしてください。で、Mac の人であれば、igv.command ファイルをダブルクリック。で、もしコマンドラインで実行したい人がいればですね、igv.sh で実行してください。ちょっと実際にやってみます。IGV のウェブページがダウンした、ファイル式です。で、私は Mac 使ってますので、IGV とコマンドというのをダブルクリックすれば立ち上がります。で、皆さんも、立ち上げてみてください。ダブルクリックで立ち上げてみてください。
面が出てくると思うんですけども、出てこないっていう事故ってことですか。はい。皆さん立ち上がりますか。Windows でちゃんと気をつけない方がおられるんですけど、他にもちゃんと実行できてない方はおられますか。Windows マシンではちゃんとできたんですが、この PH ファイルをダブルクリックしたらできたんですけど、できない人がおられるみたいですので、できない場合は、ここの下のここもしくは、こっちをクリックして、ダウンロード作業を進めてみてください。OS のバージョンとかにもちょっと思うと、無理な方が、そんなので、ズームとか。
そうですね、Java が入ってないとダメなようなんですけど、いけますか。すみません、私の準備不足です。Java が入ってないと無理ですので、入って動かない人は、聞くだけになってしまいますけど、お付き合いください。このような状態を確認できましたら、ちゃんと動いていることになります。もう一つ説明していきたいと思います。IPv4 のファイル、入力用のファイルについて説明したいと思います。一般的に、実際的なデータの配列式と使われているのが、こんな、いろんな種類のものがあります。で、そうですね、よく、僕はよく見るんですけど、よく使われるのが、大体テクのバム、サムとかバムで、これ実際にマッピングした後のデータをまとめてるファイルケース、あとから説明します。っていう、データがあります。あと、他にも、あと、レファレンスのゲノム配列じゃなくて、皆さん、レファレンスにないような、T モデルステルスのゲノムとか、いうことを扱っているようでしたら、ご自身でそういったゲノムのファイルというのを IPV 用のですね、ゲノムファイルというのを作ることができます。そういったファイルだったり、遺伝子の情報を、GTA ファイルという形でまとめてもらいますと、IPV でそのご自身の、使っているゲノムの情報を作ることができます。であとは、今回この辺、説明しませんが、ゲノムコピー率の解析データ、CGH アレイとかスミスアレイで得られた解析データの入力ファイルの一つです。で他にも、GBUS とかいうデータも対象になっています。でこの中で、一部の、ファイル形式についてちょっと説明していきたいと思います。まず、サム形式、サム形式のファイルです。でサムはシーケンスアライメントマップの略で、アライメントデータのさまざまな情報、マッキングした後のさまざまな情報を含むタブテキスト形式のファイルがそのファイルです。で、さまざまな情報って何ですかということなんですけど、ここに示しているの、ここから次こっちに来るんですけど、このような情報が入ってます。で、はじめに、配布の ID、ファーストキューファイルの1列目の後マークがあったところです。そこを書きます。で、ここが、どのような形でマッピングされているかっていうのを情報、数字で情報化してます。ちゃんとマッピングされているのかされてないのかとか、あと、ペアリングリズムの場合だったら、相手側、はちゃんとマッピングされているのかとか、そういったことを数字でこれも表しています。で実際にどこの染色体にマッピングされているか、
で、そのポジション情報とかです。で、いうのとかが、ここに、載ってます。あと、実際の配列であったり、ここはクオリティスコアです。で、それ以外の喪失経入と、挿入形質の情報とかもここに載ってます。ですので、ファストっていうファイルの場合は、ここと、ここと、ここの情報だったんですけど、まあ、そのファイルすることで、マッピングのデータ、情報というのが、まあ、付加されている形のものというのが、このサム形式のファイルになります。でこれはファイルサイズのとても大きいです。で、それ大きいので小さくしようっていうことで、バイナリーファイル化、圧縮ファイル化したのが、バムファイルです。で、IGV で使用するときは、まあ、インデックスファイルというのが必要なんですけども、まあ、このバムファイルをこういうふうに回すことができます。で、大体、バムファイルを、置いて、まあ、公共データですけど、このインデックスファイルも一緒に置いているところを置いてますので、まあ、一緒にバムファイルとバムファイルのインデックスファイルを、一緒にダウンロードして IGV で見ていただくということになっています。次に、ベッド形式のファイルと TBF 形式。ベッド形式は、ゲノム上の画像情報を示すダブ切りのテキストファイルです。でまあ、こんな形です。で、1列目に染色体の番号があって、2列目にそのどこからどこの情報かというのの開始点と終了点が3列目に来ます。ではここまでが、ベスト5は必須で、まあ、4列目以降は任意だったり、任意です。で、ここで一応 6列目まで書いてますけど、あと、12列目かな。この場合の情報、何列目にはどういった情報を載せるかという決まり事は一応決まってます。で4列目以降、例えば名前、名称、ここでは、そのホスト Q の ID を持ってきてますけど、で、5列目に、まあ、何らかのスコア、で、6列目に、ストランドプラスかマイナスの、プラスかマイナスかどっちかの情報を書くという、まあ、決まりです。で、こういうところよく分からなかったら、もう普通のバーだけ、こういったバーとか、まあ、アンダーバーとかでもいいんですけど。表していただいたらいいんですけど、ここだけ、一番最後だけは、プラスかマイナスの、情報。もし4列目以降も6列目まで記述する場合は、6列目だけはプラスかマイナスは絶対入れなきゃいけないと。よくわかんないです。で、あと TGF 形式のファイル。これは、リードの集積情報を含むバイナリーデータ。これ、IGV で見るとき、用のデータ形式です。で、これかなりファイルサイズが小さくなってます、なりますので、まあ、IGV でいろんなデータを、確認したいという場合は、この TGF 形式で、いろいろデータ保存してもらうと、まあ、使いやすいかなと思います。で、後ほどこの TGF 形式に変換する方法もしたいと思います。であとよく使われているのが VIV 形式と VIV 形式のファイル形式です。VIV 形式、VIV とか言われるんですけども、VIV 形式は、ゲノム上の各画像にマッピングされたリード数を記述しています。で、1行目には、VIV 形式の、形式バリアブルステップっていうのと、フィックスとステップという2つの種類があるんですけど、まあ、それを宣言して、あと2行目以降に実際に、リード数に関する記述が増えます。バリアブルステップというのは、まあ、これが座標です。染色体の2番のこの座標に、12.5 本のリードがマッピングされますよ、まあ、そういう意味です。でこれが各座標ことそれぞれステップごと、それぞれの座標ごとに、リードがマッピングされた数が書かれている、まあ、そういったイメージです。
で、フィックスのステップっていうのは、スタートの位置と、あとステップ数の変えてます。これどういうことかと言いますと、染色体裁判のスタート、この位置から、プラス103目までの位置に、11のリーというこのリードがノティックされている。で、さらに、100ベース先までに22本のリードがマッチングされている。で、100ステップと、100ベースごとに何リードのリードがマッチングされているかということが、ここに、この数字に、押して表現しています。で、こっちの形式でするよりかは、こっちの方が、情報量、こっち、2列使ってますけど、こっち1列で済むので、情報量としてはこっちの方が、近くて小さくです。いった間違いとかがあるんですけど、こういった形のものを、まず1行目に宣言して、記述していくというのが、ビッグ形式です。で、そのビッグ形式というのは、このビッグファイルのバイナリが圧縮されたファイル形式です。で、ダムファイルで実際にその、登録データ、公共データベースに、登録されている場合もありますし、このリブ形式で登録されている場合もあります。リップリブとかリブ形式で登録されている場合もあります。なので、ここで説明しましょう。で、実際にどれくらいのファイルサイズなのかということを、実感していただくために、ちょっとまたこんなふうにまとめてみました。で、これ、実は私が解析で利用した RNSeq データの例です。で、これ、ペアエンド50ベース ×2 のペアエンドリードで生まれたシーケンスデータで、トータルリード数は大体6500万リードです。ちょっと発言量だけするには読みすぎてるかもしれませんけど、大体3000万ぐらいリードでいいのかと思います。この、実際に使ったデータは6500万リード。かける2ですね、ペアエンドなんで、両サイドから、フォワード側とリバース側の両サイドから読んでいます。で、このデータのファストQファイルのサイズが、大体、20GB。で、それを圧縮すると、5GB ぐらいになります。で、サムファイルは、もちろんファストQファイルよりも情報量が多く入ってますので、36GB。で、サムファイルの情報をバイナリー化することで、ファイルサイズを小さくしたのが、して、もう、せいぜい 5GB ぐらい。で、それを、ベッド形式のスト、10GB ぐらいになります。あと各座標、この辺りは各リード、4段ファスト級ファイレス1本あたりの、に対しての情報です。で、その後は、ゲノム座標に対して、情報を付加していくような形のファイル形式になります。で、ビッグファイルですと、大体450MB ぐらい。で、ビッグファイルだとさらに減りまして、162MB。で、今日データもお伝えした PDF 形式のファイルは 125MB、かなりファイルサイズを小さく抑えることができます。初めから比べたら、マッピング後の実際に使いたいデータを 125MB ぐらいのサイズに抑えることができます。で、実際にこういったサイズの、これサンプルだけのデータですので、それが例えば、比較したら2サンプルできますし、それをストリプリケートでそれぞれ用意する登録サンプルと、夏月も ×6 の値になってきてますので、かなりのデータサイズになっています。で、ファイルサイズの PDF 形式は最も小さくて、一番扱いやすいのだと思います。
で、工事用のデータです。で、皆さん、どちらか、ダウンロードしていただけたでしょうか。まだの方もおられますか。皆さん、ダウンロードできてるでしょうか。圧縮していますので、それを展開してもらうと、こんな形で、5種類のファイルが用意されていると思います。で、これは、実際にエコードのプロジェクトでの解析サイトのデータを取ってきました。で、最後の種類はヒーラーです。で、生産する RNA6 とチップ6です。チップ6が3種類で、RNA6 が2種類です。チップ、バームファイルと、バーム .bai って書いてるのが、バームファイルのインデックスファイルになります。で、この bai ファイルがないと、IDV でバームファイルを、入力しようとしても、ちゃんと読み込めません。で、あと、これに、H3K27 その就職が、どこ、ゲノム上どこの領域にされているかということを、解析したデータです。で、これが実際に、リードマッピングしたデータで、あと、ドットブロードピークって書いているのが、このゲノム上のどこの領域がこの27マッチルカされているかということを、また、ベッドファイルみたいなものです。ちょっとベッドファイルとは違うんですけど、初めの産業、ダメージとかは、染色体とスタート時とか視点の、ファイルか、ベッドファイル、こんな形式になっています。で、その3つがチップシックのデータで、次が RNA シック種類で、で、これはバームファイルとバームファイルのインデックスファイル、それぞれを用意しています。で、これ全体、ゲノム全体とすると、かなりの、サイズのデータになりましたので、一部に絞りました。データサイズを小さくするために12番染色体の、端末だけ取り出してきて、テストのデータとしてます。よろしいでしょうか。で、実際に、IGV を操作していきたいと思います。初めて起動された方は、ヒューマンの HG18 ってなってると思います。で、それを、HG18-19 とかいうのは、ゲノムのアセンブリのバージョンなんですけど、19用で、用意してますので、19にしてください。で、19にするには、この、モアのところを、クリックしてもらいますと、何のゲノムをダウンロードしますかとできますので、ここで HG の19、僕はもう入っているのは出てこないんですけど、もしまだ入っ、ダウンロードされてない人がありましたら、ここに出てきますと、それをクリックして OK を押してください。そうすると、HG19 の情報を閲覧することができるようになると思います。
と取得できたでしょうか。左側今度はゲノムのバージョンを示されて、オールというだけの、これゲノム全体のオールというのでここを合わせてもらいますと、ナンバー染色体を染色して、選択体化というのが出てきますので、まあ、深い染色体の番号をクリックすれば、ここの染色体だけ見ることができます。で、もしくは、なんか注目する遺伝子、遺伝子があったり、注目するローカスがあるとすれば、ここに直接入力してもらうと、そのローカスに一気に飛ぶことができます。遺伝子名とかは、こっちまで入力したらちゃんと保管してくれますので、かなり便利になります。あと、ここ何を意味しているかといいますと、例えば4番染色体だけ注目してたところ、まあ、ゲノム全体戻したりとかいうときに、これを押したりとか、まあ、そんな感じ。行く前の操作に移動したときは、この、ここのキーを押したりします。あとは、このゲノム力を進めた後で説明します。で、ウィンドウサイズも実際やりながら説明します。これも、やりながら説明します。で、実際ここに、レクシップのヒントが出ますけど、遺伝子の情報がここに、まあ、乗っかって、入れてる状態なんです。で、実際に、このファイルの、あ、っていうか、ファイルのところを押してもらうと、こういったのが出ます。そしたら、ロードフロムファイルっていうのがありますが、そこを選択して、まず、RNSeq のガムファイルをここに読んでみてください。この辺だけちょっと変わったような状態になると思います。で、先ほど言いましたけど、12番染色体だけ集めてますので、12番染色体のとこだけ、ここから12を選択してもいいですし、ここの12っていうところをポチって押してもらっても、12番染色体のとこだけ情報になります。ボタン1と調1の、舞台の状態を書いてまして、まあ、その5の1かっていう画像がされています。で、下のところには、順番染色体に、まあ、ここに書いてある遺伝子の情報、レシピ遺伝子の情報が書かれています。ここでもまだ何も、読んだリードの情報とかも出てこない。例えばここに GAPGH って打ちますと、GAPGH 遺伝子でリターンをしますと GAPGH 遺伝子のローカスに起きます。この GAPGH 遺伝子は12番染色体3番にあるので一応今回3番だけです。感じの図になるんでしょうか。
画面が出てない方もおられる。こちらのデータですが、圧縮してますので、それを回答してください。で、回答したファイルが取り出せるような状態に、回答したものを、デスクトップとかと違う場所に保存するようにしてもらえればできると思います。まだなかったもらえるんですけど、進めたいと思うんですが、ね、ここにGAPDX の遺伝子の構造されてます。で、太いボックスが、エキソンで、ちょっと分かりにくいですけど、矢印がこっち方向に、なってます。で、これがこの方向にその GAPDH がコーディングされているということを示します。で、この電磁石体の球のこの位置を今見てますよと。で、これが実際にそのリード、ファストキルファイル配列を、マッピングしたリードの場所になります。で、このリードがずっとこれ一方のリードに対応するんですけど、というのが下の方まで続けまして、それを集積した状態がここになります。で、ちゃんとちょっともっと届く。例えばこの辺りをズームインしていきたいと思ったら、拡大していきたいと思ったら、こ
ここで一回ボタンを押して、押しっぱなしで広げたい場所まで行って、大きくそこの領域に拡大することができます。あとこのスケールバーでもできるんです。ちょっとこの画面が今プロジェクターの画面サイズになって入れちゃってるんです。皆さんこっちの方にプラスっていうのがあると思います。そこを押していってもらうと、ズームインして、ゲームデータをズームインしていくことがもう確認できると思います。で、その領域を選択したら、また違う動画さんというのは、その情報がちゃんと上の方に出てきまして、このエプソンの領域に、ちゃんとリードがフォーマッピングしている状態というのが上の方のリードを集積している情報でも確認することができると思います。少し下の方にずっと移動していきますと、この、グレー色のがリード配列です。ワストキューファイルをマッピングした状態の、リードです。で、例えばここに関して言えば、ここのエクソンとここのエクソンの、エクソンエクソンジャンクションのところにちゃんとマッピングされてまして、それがこのイントンを飛ばしてエクソンのところの領域だけちゃんとマッピングされているというふうな状態が見て取れると思います。で、この色の違いはちょっと後で説明します。この中のリードのところにカーソルを合わせてもらいますと、このリードの情報というのが書いてます。で、これが3のファイル、マッピングしたときに書かれた、3ファイルにまとめられている情報が、書かれています。で、配列の ID ですとか場所とかいろんな情報が書かれています。ペアエンドリード、ペアではないんですけど、それのファーストセカンドのペアのセカンドの方ですよとか、そういったことが書かれています。で、この黄色いのをいろんなの見てたら、こうまとってくるので、うっとうしいとか思った場合には、この上のボタンですね、ここを押してもらって、2番目をクリックしますと、もう出てこなくなりますので、ちょっとこのポップアップメニューが、どうしようと思った方はこのボタンを押してください。で、ここに、ATGC の色の違いがこう書かれています。で、もうちょっとクローズアップしていきます。例えばこんな感じでもっとさらにクローズアップしていくと延期配列まで見せられると思います。で、PGC の選択違いが色で表現されてまして、で、ちなみにここをクリックすると、反対にの反対差の情報がここに表示されます。で、実際にタンパク質に翻訳されるときのアミノ酸のパターンが書かれてまして、
シーケンスのところを右クリックしてもらいますと、こんなのが出てきます。でここで、ショートランスレーションとかを押すと、3パターンのフレーム読みで、どんな形の暗号さんが、翻訳されるのかというふうな情報であります。これは逆 DH の速さありますので、それ以外のパターンはありえないんですけど、例えばノンコーディング RNA とか、新規の RNA、よく分かってないところが実際どんなパターンで、翻訳されるのであれば翻訳されるのかということを知るために、こういうのもあります。で、遺伝子のところを右クリックしてもらいますと、今このコラプスっていう状態になっているんですが、これをミックスパンディットにしますとこんな形になります。でこれ何かというのか、ちょっとズームアウトをしてもらって、スプライスバリアントがありますので、それぞれのバリアントのパターンを、ここで右クリック、エキスパンディットというところのところを選択しますと、バリアントのパターンが全て出てきます。デフォルトはこのコラボで、バリアントをもう移植体にした状態がデフォルトです。で、クイズというのがあって、これは、たくさんのバリアントを一気に表示したいときとかに、ちょっとコンパクトな形で、すべてのバリアントを表示します。というふうなことができます。で、ここのバーは、選択しますと、上下好きなように、変更することが、いろんなことができますので、ちょっといろいろいじってみてください。右クリックしたりとかすると、いろんなのが選んで、ちょっといろいろ変更することができます。この文字がちょっと小さいかなとか思ったら、右クリックのチェンジフォントサイズ。これ今10とかなってるんですけど、例えば14とかにすると、この、用意した文字のサイズが大きくなっても見やすくなる。で、あとここの高さも、トラックサイズとか、840とかのサイズになってます。2つもしたんですけど、1冊側にここのサイズが広がったり、あと、色、今青色がデフォルトの設定の線とちょっと違う色にしたりとかいう場合は、これで一気に色変えるとか、あとこれ、シップジーンとか書いてますけど、この表記が嫌な場合は、適当に書いてもらいますと、こういう。ちょっといろいろと、指示してみてください。
配列の情報ですが、この上のリード配列が集積している情報、ここだけを集めたのが、配列サイズが GSAT とか、さっき言いました TJ5 の形式の情報になります。で、このあたりのことを今からちょっとしていきたいと思います。TJ ファイルを作成してみてください。IGV でやることができる TJ ファイルを IGV ツールっていうのがありますので、これを作成してください。この上のバーの、ツールの中に、ラン IGV ツールっていうのがありますので、それをクリックしてもらいますと、インプットファイルのところで先ほどのバムファイルを選択します。で、ドットバムドット TJ で読んでいけば嫌なので、TJF にします。これがアウトプットファイルになります。で、あと、オプションは2つデフォルトでランしてもらいまして、ランを出しますと、このバムファイルから TJF ファイルを作成してくれます。読み込んだファイルに、TJF ファイルができていると思います。で、バムファイルの当たってるファイルサイズが71メガなんですけど、TJF ファイルは、754キロバイト。でもファイルサイズがかなり小さくなっているというのが確認できると思います。で、実際にこの TJ ファイルを、読み込んでもらいます。ロードフロームファイルのただ PDF ファイルを選択しますと、一番上なんですけど、スピードがそれぞれの材料どれぐらい集積してるかっていう情報の画面が出てきます。
大丈夫ですか。大丈夫でない人はありますか。大丈夫でしょうか。もうちょっと待ってください。よろしいでしょうか。で、できた PDF ファイルは、バームファイルを入力したと同じように、PDF ファイルを読み込ませてください。一番上のところに PDF ファイルっていうのが今指定したと思います。で、ちょっと上キープな感じがしますので、ここでディサイブのボタンを押します。あれ？このファイル区切りのところをちょっと下げてもらって、でリサイズを押してもらいますと、このサイズに合った形でもいいと思います。もっと遺伝子を
で、どうも。で、ここは今、TDSR の上突き抜けてる状態ですので、ここは、ここで右クリックして、フォントスケールっていうのをしてください。ただこの TDSR、このローカスの最大値、今見てる領域の最大値を見つけてですね、それにサイキングしてくれます。で、当然なんですけど、このバムファイルの引き取り集積している状態のところの情報だけを、TDA ファイルが持っています。なので、この下の情報すべて捨てたって、この集積引き取り集積するところだけの情報にしていることで、ファイルサイズをかなり小さく抑えているということになります。TDA ファイルだけ捨てた、どういった形のリードがリード一本一本単位、どんな形でマーキングされているかというのが分からないんですけど、どれぐらいのリードがそのある遺伝子、これで全て FDH のエフェクトの領域にはマーキングされているということが、分かるということです。時間が迫ってきましたので、リグファイルも同じような形です。で、やってみてください。で、あと実際に、今見てる画面を、画像ファイルとして保存したいという場合は、ファイルのセーブイメージっていうのがありますので、これを押してもらいますと、PNG ファイル形式、画像ファイルとして保存することができます。で、僕の場合はデスクトップに保存しましたので、デスクトップを見てみると、IGV スナップショット PMG というファイルができてますので、これを開いてもらいますと、同じ画面が、画像ファイルとして保存できます。実際にこの、画像を、論文のビルとかに、使っているケースもいっぱいありますので、非常に便利な機能だと思います。この文字のサイズとか、ちょっとこの画像ファイルのときにおかしいのかと思ったら、先ほど右クリックで文字のサイズとかいろいろ変えましたけど、あと、ここの表記方法とか、いろいろ工夫して、実際に作りたい画像ファイルに仕上げていってもらえればと思います。あと今まで行ってきたこの操作全般をセッションということで保存させることができます。で、同じようにセッションの保存をしてもらいますと、このセーブセッションというのがありますので、これを保存しますと、XML 形式のファイルとしてデスクトップに保存されます。
ちょっとまあ XML 形式もこんな形の情報が載されているわけです。で、今までやってきた操作を今のテンションのファイルの中に保存したことになりますので、一回これを消してください。終了。で、もう一度立ち上げてもらって、そのセッションのファイルを読み込んでもらいますと、今までやってきた内容のことが、同じような形で再現できます。ファイルのオープンセッションで、先ほどのセッションを保存した XML ファイルを開きますと、先ほどいろんなファイルも読み込みましたけど、この状態が再現されます。なので、昨日やった作業を、今日再現で、途中から、追加できるということになります。結構便利な機能だと思います。で、その駆け足なんて申し訳ないんですけども、あと、電子セットの一覧表示というのができます。これは、ここか、リージョンのところのジーンリストを押してもらいますと、あらかじめ登録されている遺伝子のセットが表示されます。このエグザンブルジーンリストで、例えば T53 シグナリングを押しますと、T53 の、かつては関係しているような遺伝子のリストが表示されます。それ以外にも、ガンとか、代謝系とか、いろんな遺伝セットが用意されてますし、あと、マイリストって言って、自分で、このジーンネームを登録することで、皆さんご自身が注目している遺伝子一群のリストを、作成することができます。で、例えば、エグザンプル、ジーンリストの、何でもいいんですけど、T53 に関係する遺伝子、一連のみたいという場合は、ビューを押すと、バンドファイルが重いですから、それぞれ の、 遺伝子ローカスに飛んで、どういった状況でリードがマッピングされているかということが分かります。ちょっと12番染色体に乗っかってなかったら見えないので、これは全部乗っかってます。これもちょっと今回用意したデータでは12、ここ今リストでリストアップした遺伝子ローカスのデータしか載ってないので、ここでは何もデータとして載ってきませんけど、こういった形でこのそれぞれの遺伝子ローカスに踏むことができます。あと、ツールのモチーフっていうところを押しますと、転写日誌のコンセンサスサイエンスがもし分かっていれば、この
ハイエストパターンの5に入力することで、そのパターンと一致するところが、まあ、見て取れます。現れます、表示されます。で、ちょっと時間がありませんので、あと、興味のある方は、チャットに登録します。あと、エンコードデータ、ここの生産フローのエンコードっていうのがありまして、エンコードのデータを直接ここに取り込むことができます。で、ここ、大体2万種類のデータが載ってますので、ここでいろいろとキーワードで絞り込んでいく、実際に使いたいデータを探すということが、まあ、できます。読み込んだデータはここにちゃんと表示されるようになります。ちょっと最後駆け足になりましたが、最後に可視化ツール、まあ、今回私しました IGV を利用して公共データベースで紹介するマッピングデータを、まあ、ご自身の研究にもご活用くださいということが、まあ、最後私は言いたかった。以上です。どうもありがとうございました。